皆さんこんばんは、おはようございます、こんにちは、ボンジョルノ、ボロンセーラ、ナポスタ始めます。リコブリューです。さあ、今回の動画はですね、まあ代表ウィークということもありまして、試合がないのでね、前回の動画でお話ししたトップ下4231のこの3の真ん中、トップ下で欲しい選手を3人あげたいなと思います。もうこれはね、完全に僕の個人的な意見ですので、まあね、皆さんいろいろ意見あると思いますが、お暇な方は最後までぜひお付き合いください。そして恒例のチャンネル登録者数発表したいと思います。本日のナポスタチャンネル登録者数は607人。イエイイエイイエイ。607人、ついに600人を超えました。1000人までね、もうカウントダウンに入っていると言ってもいいんではないでしょうか。これもね、ほんとね、チャンネル登録していただいてる皆さんのおかげでございます。本当にありがとうございます。ナポスタでは早速、ナポリのトップ下に欲しい選手を紹介していきたいなと思います。もうね、超個人的な意見です。で、選手をチョイスするにあたり、僕が気にしたのは移籍金ね。まずオシムヘンを7000万ユーロで獲得したと。なので、非常にお金をもう使ってしまっている。そしてこの新型コロナウイルスの影響で、無観客の試合が続いている。要するに収益が減っているというところもあります。そしてさらに今シーズンはチャンピオンズリーグにも出ておりませんので、全体的なね、収益バランスを考えると高い移籍金は出せません。なのでね、まあ欲しい選手をただ上げるのは簡単なんですけども、その辺を僕なりに考えて、今回は移籍金のかからない選手、要するにフリーで獲得できる選手をピックアップしたいと思います。ナポスタではね、長々引っ張ってもしょうがないんで、まずね、僕の大本命、個人的に一番欲しい選手あげたいと思います。1人目、これが僕の大本命です。まず1人目はこの選手、アグエロ。アルゼンチン代表のクン・アグエロでございますね。マンチェスターシティに所属しておりまして、今シーズンで契約が切れる。なので来シーズンはフリーで獲得できる選手になります。まあアグエロといえばもうね、このチャンネルを見ている方はもうどんなプレーをしてどんな選手かっていうのはもう分かってると思うんで、今更ねプレースタイルうんぬんうんぬん言ったって、しょうがないんでね。まあね、アグエロを取れるポイント、なんかプレミアリーグなんで、プレミアのチームがねかなりねやっぱこっち持ってますから、それでねオファーを出す可能性がめちゃくちゃある。だけどやっぱり、もう32歳3歳ぐらいなんで、やっぱね最後ラテンのね血が騒ぐと思う。要するにね、やっぱねイングランドっていう土地、あとはサポーターの性質ね、気質を考えた時にやっぱねラテンの血が何て言うんだろう、満たされないね、天気も良くないし、そういうところをこう考えると、もちろんアルゼンチン人ですからナポリかなり可能性があると思っております。1個ねネガティブポイントがね、めちゃくちゃ年俸が高い。年俸が、1400万ポンド。一体いくらなのって、20億ぐらい、ちょっと計算してここ出しておきますけど、まあ、めちゃくちゃ高い。めちゃくちゃ高いけども、これは、選手としてもうピークマックスの時に契約しておりますんで、まあ下がるのは当たり前。下がるんだけどいくらまで下げられるのかっていうところがポイントかな。ナポリとしてはイタリアは税抜きの手取りで、年俸表示しますけども、ナポリで今一番もらってるのがクリバリで700万ユーロかな、750万ユーロかな、そのくらいなんですよ。要するに10億いかないぐらい。これがやっぱマックスのお給料なので、そうね、アグエロの場合は500万ユーロから600万ユーロ、この辺りで決着つけれたら最高ですの3年契約とかかな。このね金額を比べた時にいやそんなん全然安いじゃんってね、皆さん思われると思うんですけど、結局30超えてねハートですよ。やっぱりラテンのね、血が流れていますんで、熱狂的なね、ナポリファン、彼らに神のようにね、扱ってもらえるというところはアグエロにとってみて魅力的なんではないでしょうか。プレースタイル云々さておき、僕が一番期待してるのはトップ下と言いながらやっぱセカンドトップみたいな位置動きをしてほしいなと思います。なので前にオシメンがいてもうフリーで動いてもらうような、そんなイメージです。なのでペナルティの外でボールを受けてもシュートも素晴らしいし、かなりね、点取ってくれるんじゃないかなと思います。個人的には、15点から20点硬いんじゃないかなと、アグエロがナポリに来ればこのくらいやってくれると思います。しかも推しメンにいい影響を与えてくれるんではないかなとね思っております。なので僕が一番欲しい選手はアグエロ、取れる可能性60%。 ナポスタでは2人目の選手は、フリーで獲得できると思うんだけども、契約が切れてフリーの選手ではありません。名前言っちゃいましょう。ナポリのトップ下2人目はエリクセン、インテルのエリクセンです。やっぱりねエリクセン、コンテのねサッカーに合うわけがない。はっきり言って中盤をすっ飛ばしてね、ファイターしかいない、中盤ワイドに開いて、トップに当ててくるようなサッカーですから、エリクセンみたいな選手はねやっぱどう考えても輝かないね。なのでエリクセンも出たいだろうし、インテルも出したいはず。そこで生きてくるのがナポリの倉庫に眠っている選手、そうミリクとエリクセンのトレードなんていうのがねできれば非常にお互いにとってプラスじゃないかなと僕は思います。しかもアグエロは来シーズンじゃないとなかなかね厳しいとは思うんだけども、エリクセンは1月に取れる。1月にミリクとのトレードでナポリに加入する可能性があるのではないでしょうか。どうですか皆さん、どうかな。ちなみにエリクセンは年俸750万ユーロなんでクリバリと一緒だから、ここはね600万550ぐらいに、落とさないといけないけども、飲むでしょ。試合にね出れる方がいいと思うので、エリクセンこの条件、給料面は飲むんじゃないかなと思います。輝きを失ってからまだそんな時間が経っていないのでね、トップのレベルにね持っていくのもそう時間はかからないんではないかなと思います。個人的には僕はアグエロの方が全然タイプなんだけども、現実的にお金がかからずに不良債権をしかもね手放すことができて、トップ下が取れるとね、そういう意味ではエリクセン非常に賢い選択なのではないでしょうか。ナポスタ。そしてトップ下3人目はちょっとギャンブルね、ちょっとね危ない橋を渡るんだけども、どうかな、金銭面のことをいろいろクリアしなきゃいけないけども、この選手エイジルくーどうダメかな皆さんの好みじゃないかな、うん、どうでしょう。エイジル、まあ、ミリクと一緒でね、飼い殺し状態にあるエジル、彼も条件さえ合えば1月取れるんではないかなと、そんな希望的観測でございますけど、僕はね本当にプレミアリーグ見ないんで、アーセナルがミリクみたいな選手が欲しいのかどうか全く分かんないんですよ。全く分かんないからトレードで、できるかどうかもまあね、全然相手の欲してるところなのかって分かんないんですけど、まあお互い飼い殺し状態でねいいんじゃないかなと思います。ただねこのねエジルはねめちゃくちゃ給料が高い、びっくりしますよ。ね1820万ポンド、どんだけもらってんですかね、本当に信じられないね、めちゃくちゃもらってます。なのでこの給料はもう全然ダメ。ナポリではもう、ナポリでは僕は決めます。500万ユーロね、それ以上は絶対にあげない。もう君は金じゃないんだよね。なんかコロナの給料カットの件でもなんかいろいろあったみたいだけども、もうねクリーンなイメージでいきましょう。エジル君やっぱりねドイツに戻るっていうのもエジルにとってみてどうなのかな。やっぱり新たなチャレンジといえばやっぱイタリアだと思うんで、エイジル、うん、給料さえ下げればナポリはいつでもウェルカムですよね。さっきのねエリクセンと一緒でエイジルもまああんまり得点は期待できないけど周りを生かすプレーができるんでね、オシムヘンもっともっと点取ってくれるかもしれないし、インシニエとかね、ロサーノとかね、ポリターノとかね、あとメルテンスがサイドに行ってもね、なかなかいいサッカーをしてくれるんじゃないかなと、そんな風に期待しております。あとはセットプレーのキッカーとしてもねいいんで、そのあたりでも輝いてくれるんではないかな。どうでしょう、わかりません。ナポスタ。以上の3人がトップ下で僕が個人的に欲しい選手でした。お金をかけない、移籍金をかけないというね縛りで選びましたんで、どうしてもメルテンスと一緒ぐらいの年齢になってしまう、プラスビッグネームなんですけど、まあ、ね、若手がいきなりあのポジションにポンと入って、オシムヘンもまだね若くて入ってきたばっかりなのに2人でそれでうまくいくかって、ちょっとその辺難しいんで、僕はねやっぱベテラン入れた方がいいと思う。でメルテンスとうまくみんなでカバーし合いながらターンオーバーで使っていくという感じ。もうね個人的にはやっぱりアグエロ、とにかくアグエロ欲しい。アグエロが来たら想像してくださいよねえ、めちゃくちゃ点取りそうですよね本当にもう期待しかない。こないだね EL でダビド・シルバーめちゃくちゃやっぱいいでしょ。あれも33歳ぐらいでシティから出てるわけだから、やっぱねいいですよ、あのくらいの年齢。やっぱ欲しい、パッと入ってパッと機能する、そういった意味でもねやっぱり僕はアグエロが欲しい。エシルはちょっと難しいと思うんで、僕個人的にはこのやっぱり2人、一番欲しいのはアグエロ。ただし現実的な路線で1月に、活躍できる、1月から補強できるということを考えるとエリクセンいいんじゃないでしょうか。移籍金ゼロ。はい、ということでナポスタトップ下で欲しい選手3人お伝えいたしました。もう超個人的な意見なんで、まああまりね、現実的ではないかもしれないけども、まあ雑談として、お聞きくださいと。ぜひ皆さんコメントでトップ下欲しい選手ぜひ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 教えてください。お願いします。ということで来週はいよいよミラン戦、しかもホーム、落とせない、絶対に勝つ。オシムヘンが手首を怪我したなんていうね情報入りましたけど、まあ軽傷みたいなんでベストメンバーでこのまま怪我なく倒してやりましょう。では次の動画ミラン戦でお会いしましょう。チャオ。もう